22時47分頃ですけれども、石川県西方沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました。この22時47分の地震、逆断層タイプと呼ばれる地震のメカニズムとなります。まず震源の位置を改めてご覧いただきますと、赤い×印ですね、こちらが地震の震源となります。防災科学技術研究所の速報解析によりますと、おおむね東西方向にこう力がかかるような状況となって、その力によって、岩盤が破壊されたというふうに速報解析では見られております。このように力が押し付け合う方向でかかってきて断層が生じる、地震が起きるタイプというのがこの逆断層タイプということになります。今回の場合は東西方向に力がかかって岩盤がバリッと破壊されて、その地震につながったというタイプになるんですけれども、この逆断層タイプ、1月1日の能登半島地震以降、このエリアでは地震がもう多発しております。余震ですね、余震が多発している状況でして、この逆断層タイプの地震が多くなっています。で、今回の22時47分の地震、白い×で表現されておりますけれども、この一連のたくさん起きている地震の中の西の端で起きました。で、この西の端の、地震のタイプとしても、やはり東西方向に押されて起きるパターンが多くなっておりまして、一連の地震の中で特に変わったタイプではないかというふうに見られます。ただですね、能登半島の陸地ではなくて海のこの海底下で起きているというのがポイントでして、先ほどの22時47分の地震でも若干の海面変動の可能性ある、ただ被害の心配はないといった情報が発表されました通り、逆断層タイプの地震というのは上下方向に岩盤がずれますので、より規模の大きな地震が起きた場合は津波につながる、こういったことも想定されます。依然として余震活動活発な状況続いております。この後の地震の発生にはどうぞ十分お気をつけください。最新の地震情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。